はいどうもパシです。今回は PC 版荒野行動に先行アップデートが入ったということで紹介していきたいと思います。毎週紹介してます。で今回ですね、トップのこのメニューの画面もちょっとクリスマス仕様に変更されております。なんかイケメンと巨乳の姉ちゃんが2人追加されました。最新アップデートですね。でこれね、入るとまたこの画面もちょっとね、前回と変わってます。まあ、巨乳のお姉ちゃんがプレゼントをくれるようになりました。で、こちらですね、新車、大領主クリスマス限定版エディションということでですね、あの人気のなかった大領主、なんと4つ目のカラーが追加されました。クリスマスバージョンですね。まあ、あの豪華版、あの通称ハイ課金版と、あと普通になんか N だのなんかいろいろありましたけど、これ4種類目ですよ。大領主は、まあ、アップデートでスピードちょっと上がったんですけど、それにしても別に全くもって人気がないんで、なぜ足したっていう、足すんだったら人気なランボルギーニかフェラーリでよかっただろうと、ちょっと運営を引っ張りたくなるようなアップデートですね。でこちらクリスマスイブ、まあ、綺麗なお姉ちゃんの服装が足されております。それぐらいですね今回ね。でじゃあちょっと、実際に追加された服とか車を見ていきましょう。まず最初に服装、これですね、クリスマスイブ金券688ですね。こんな感じで、まあトナカイかなこれね、まあ、ちっちゃいトナカイとイチャイチャする動物虐待ですねこれね。でこれクリスマス男、これ前にもあったんですけど、なぜかニューってついてます。で銃とかも一応足されてないです。ただ去年のクリスマスの時にあった、クリスマス仕様の銃が全部あの出てますね。カーだったり M4A1AK47M860、 これ可愛いですねこれね、トナカイついてますね。これも動物虐待ですね。で SMG がメリークリスマスって書いてる、全くメリークリスマス感のない MP5。で、あとカーのメリークリスマス、ジングルベルジングルベル鈴が鳴るっていうね、鈴ついてないんですけどね、まあ、そんな感じですかね。あとこれか、圧力鍋のクリスマス迷彩で、ガチャが追加されています。これ非常にねひどいです。クリスマスお得パック2480金券、購入制限1回ということで 32% オフで1回しか買えないんですよ。1回しか買えないです。めちゃめちゃいいもんでそうですよね。ご覧くださいどうぞ。リュック服パラシュート、これでなんと5000円します。こんなん買うのはダウン君ぐらいですね。で次こちら、クリスマスお得銃器パック、これ1回引くのに60金券で、この銃の中からどれかが何か60金券で出ます。これは安いです。これならありかもしれない。でこちらですよ、クリスマス福袋金券60で引けて、なんと車が出ます。大領主クリスマス限定版で、それ以外にもあの5000円払わないと手に入らないかと思われたこのリュックと服とかも出ます。で今回ね、そう、手榴弾とかのなんか新しい迷彩も一応足されてます。クリスマスパーティーとかね、まあ、こんな感じで、まあ、クリスマス系のが全部まとめられてますね。あとリュックも一応3種類足されてますね。で右上のこれ確率を押すと、なんと大領主新車ですね、新車クリスマス限定版が 0.151% なんですね。でこれ60金券で 0.15% なんで、これ実は意外と安い。このバトルパスの専属ガチャで引くと1回120金券なんで値段倍なんですよね。で値段倍なんですけど、大領主が出る確率が 0.15 だったじゃないですか。さっきクリスマスは 0.15 でバトルパス 0.18 と 0.015 なんで、大体まあ 0.2% ぐらいなんですよ。だから120金券で 0.2% か60金券で 0.15% なんで、まあ60金券で引いてる方が大領主の出る確率、同じ金額使った時多分クリスマスバージョンの方が出る確率は高いんじゃないかなということで、まあ若干安上がり、ただ当たるとは言ってない、まあ、欲しいとも言ってない、そういうガチャですね今回ね。はい、ということで、まあ、早速ね、一応新車が足されたということでガチャ回して課金していきたいなと思います。ということで先ほど1万円課金してきました。いつものですね。ということでクリスマス福袋1万円分引いて大領主ゲットしてね、動画にしたいですね。昨日ね、まあ、スタジオクーでちょっとまあ飲み会があって、で、まあ、その後ね、カラオケでオールして、ちょっと徹夜明けなんですよ、今、朝7時なんですけど。で、まあ、真人くんが今、まあ、リビングにいてですね、まあ、そういう状況で、まあ、お互い徹夜してるっていう、とんでもない状況で、アップデート来るなんて聞いてなかったっていう状況なんで、じゃあ、喉が死んでるんですけど、頑張っていきたいなと思います。まあ、カラオケも行ったりしてね、喉を酷使した後に、まさかのアップデートが来てしまうという。カラオケ動画、ツイッターに上がってますので、皆さん、ぜひとも、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。あ、真人が来た、どうした？いや、僕の話題が出たんで。あ、真人はなんか、真人はクソアップデートだから今日動画あげないって言ってました。いやいや、あげますよ。いやいや、こんなね、スキン素晴らしいじゃないですか。しかも5000円でね、あんな素晴らしいスキンたちが、5000円でこんなかっこいいスキン買えよ、じゃあ。絶対買えよ、マジで。これ5000円だぞ、2着で。いや、やだ。
やだー。てかクリスマスって言うんだったらプレゼント感覚で出せよな、上もな。まあ、なんで俺ちょっと否めないっすね。なんで俺たちが金を運営にプレゼントするんだよ、クリスマスで。おかしいだろ。確かにな、もうちょっとなんか無課金にね、救済措置じゃないですけど、ね、そうそう、なんか欲しいですね。無課金全員にこれあげればいいじゃん。確かに、だから大量子別にいいと思うんですよね、それ。それでいいじゃん、別に。そんなすげえ強いわけでもねえんだから、その大量子。みんなが幸せになれるようにお願いしますよ。ほんとだよ。じゃあ、5回ずつ引いていきます。ワンクリック、まあ、出ないっすよね。まあ出ない、まあ、まあまあまあ、まあ、そうですね。2クリック、あ、まあでも A 級じゃないですか。そう、サンタさん A 級が新しいのが一応ちょっとは出てる。3回目、なんか俺車出る気がしてきた。本当っすか、うん、なんか出る気がしてきた俺、なんとなく。それは多分オールで、あってなんだ。0.15% ってやべえよな、なかなかない。よかったっすね、全部揃ったじゃないですか、ほとんど。いや、おい、1万円だぞお前、1万円だぞ。なんか別ゲーやってる人たちに小屋行動の人ずれてますよって今日も言われたわ。おかしいですよ、そのとりあえずで5万とか3万入れる感覚はって。まあみんなそうですもんね。なんだかんだ3万って100連ガチャですよ、普通のゲームのって。100連ガチャってバババンってお前大々的にガチャ引く動画っすもん、それって。でかつそれで基本出ないってやばいっすよって。あれなんかなんかいろんなの1シリーズ出たね。いいっすね、うん、アドですねこれ。アド、この流れなら車が来る気がするよ。やばい、あともう4回しか来てないよ。うそ。おお、めちゃくちゃいい当たったじゃないですか。めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい。アドっすね。アドですね。これであの通常版の大量子当てられるかもしれないんで、これアドですね。そうっすね。ポジティブに捉えるとそうなります。ああ、フライパンじゃなくてこれ圧力鍋ですね。ナイス。圧力鍋ナイス。あと2回しか来てない。やばいってマジで。マジでこれ動画上げないマッヒーが正解。うわー、これで1万円終わりだよ。うわー、レンタルでしたね。1万円あったら何ができるんですか。ほんとだよ、 PUBG3 個買えるよ。PUBG3 本買えるぞ、1万円あったら。でも期間限定ならいっぱい出てるよって。体験カードとかでこれ別枠になったんですね。知らなかった、こんなアップデート入ってたんだ。めっちゃ当たってるじゃないですか。めっちゃ当たってるやん。アドっすね。アドですねこれ。7日間も使えるんですよ。たっぷり楽しめますねこれ。1週間、これ1週間たっぷり楽しめますよ。まあクリスマスの25日まではね、今から使えば間に合います。あ、そうっすね、だいぶクリスマスまでしっかり楽しめますね。あ、これ新衣装じゃん。あ、新衣装一応ゲットしてたわ。いいっすね。なるほど、1万円でトナカイ仲良しセットゲットしました。おー、かわいい。かわいいっすね。まあ現実でね、そんな服装揃えようと思ったら1万円で揃えれないですからね。その理論で言ったら、まあ、100万入れてもランボルギーニゲットできないと。確かに。マジかよ。クリスマス武器はどこだ、来た、 AK。 おー、かわいい、クリスマス AK。 去年はなかったね機能があるんですよ、マヒトさん、知ってますか。なんすか。 FPS 視点って言うんですけど。あー、確かにクリスマス感すごくないですかこれ。確かにすごいですよね、この白と赤のコラボレーション。素晴らしいっすね。これは誰がどう見てもクリスマス。これどうやって弾そこに飛んでんのか気になる、このムーブ。絶対右上でしか弾も飛んでかなそうなフォームしてるんだけど、ちゃんと弾まっすぐ飛んでくるんですよ。これがクリスマスの力っすよ俺。なるほど、スキンの力なんですね。そう、これスキンの力っすね。これクリスマススキンじゃないとこの弾の飛び方しないっすもん。ほら、最近気づいてしまったんですよ、あの ありえなさに。見てて、これ絶対ありえないムーブするから。はいはい、思いっきり銃口左向いてんじゃん。はいはい、これ弾まっすぐ飛ぶんですよ。ほんとだ。そう。物理の法則を完全に超えた動きできるんですよ、小屋行動さん。俺最近気づいてしまった。いやいやいや、僕たちの目が追いついてないだけですよ。あー、なるほどね。そうです、なるほどなるほど。まあこれもクリスマス迷彩のおかげですね。左に打っても弾がまっすぐ飛んで敵を倒せるっていう、もうチートウェポンだねこれね。最強のチート武器だねこれ。ということで、皆さんね、クリスマスのまあ新迷彩、まあ、いろんなね車とかも当たるんで、よかったら、引いてみてはいかがでしょうか。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイ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 。え、グリッチじゃないですかそれ。
絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくと血色食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない、血色食らわない裏技。さあ行くぞ、奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。